指は手についている体の構成の一つです。通常片手には5本の指があります。今回の動画では4番目の指について調べたいと思います。拳をぎゅっと握った状態で指をそれぞれ1本ずつできるだけ伸ばしてみてください。おそらく薬指は伸ばすのが難しく、中指も完全に伸ばすのが難しいでしょう。この時小指と一緒に薬指を伸ばすと、薬指もある程度伸び、中指まで一緒に伸ばすと完全に伸びます。ところで4本目の指はどうして単独で伸ばすことが難しいのでしょうか。指を動かす筋肉はいくつかありますが、指を曲げる筋肉のうち親指を曲げる筋肉には長母趾屈筋と短母趾屈筋があります。そして残りの4本の指を曲げる筋肉には伸縮屈筋と伸縮屈筋があります。これらの筋肉はほとんど正中神経が担当し、伸縮屈筋から薬指と小指を曲げる部分は尺骨神経が担当します。次に指を伸ばす筋肉についても見てみましょう。指を伸ばす筋肉も指によって異なりますが、4本の指につながる総指神筋という大きな筋肉があり、人差し指と小指にそれぞれ指示神筋と長指神筋という筋肉が一つずつあります。ここで今回のテーマの疑問を解決できます。人差し指と小指を伸ばす筋肉は別にあるので楽に伸ばせます。しかし中指と薬指には個別につながる筋肉がないので、指4本につながる総指神筋を収縮させなければなりません。そのため薬指を伸ばした状態で中指を伸ばすと、薬指をさらに伸ばすことができ、この状態で人差し指を伸ばすと薬指はほぼ完全に広がります。しかし総指神筋は小指も該当するので、少し引っ張られる感じがし、小指も伸ばすと楽に伸ばせます。ちなみに指の長さによって人の性格に違いがあるという話が多いですが、これは全く根拠のない話ではありません。国際学術誌ネイチャーにも論文が掲載されており、男性の場合、胎児の時の男性ホルモンの露出程度が多いほど薬指が人差し指より長かったといいます。女性の場合は逆に、女性ホルモンであるエストロゲンの露出程度が多かった時、人差し指と薬指の長さが同じか、人差し指が薬指より長かったそうです。そしてこれにより性格に違いが出るという内容です。もちろんあくまでもそういう傾向があるという話なので、盲信する必要はありません。性格というものは先天的なものより後天的な影響が大きいため、単純な興味程度にお聞きください。疑問は解決されましたか？